皆さんこんにちは。こんにちは。ドクター河合の予防診療室へようこそ。この番組は河合内科クリニック院長河合雄一先生にお話をお伺いしまして、自分の体は自分で守る、未来にはもう当たり前になっている病気を予防する考え方、未来の当たり前を今から始めていただくために様々な情報をシェアしている番組です。ナビゲーターは、キャリアコンサルタント MC タレントの福村民子です。よろしくお願いします。河合先生、今日もよろしくお願いします。メディカルサプリメントのリーディングカンパニー MSS 株式会社 MSS の医療機関専用サプリメントは、20年にわたり医師を通じて患者の健康を支えてきました。栄養素と食事によるアプローチで体本来の力を引き出すオーソモレキュラー栄養療法、 MSS は栄養療法に取り組む医療機関をサポートすることで、これからも健康人口の増加に貢献していきます。栄養の力をもっと医療に、 MSS。 はい、先生、今日のテーマは何でしょうか。はい、今回もですね、前回に引き続き、まあちょっとね、はい、長寿話題というところでですね、はい、いきたいと思うんですね、はい、でですね、まあ前回はちょっとね、まあ地中海沿岸なんていう話をね、うん、いたしましたけど、うん、はい、どうですかね、その、まあ、長寿食っていうイメージでいきますと、はい、どういう感じですか。やっぱり長寿食といえば日本食なのかなっていう、うん、まあ、日本人ですしね、やっぱり日本食っていうイメージだったんですけど、うん、そうです ね地中海食もでもすごく参考になりましたね、うん、はい、まあ、やっぱりそれは日本がね、今世界の長寿国トップということで、はい、当然、うん、じゃあ日本食っていいんじゃないですかと、はい、それはもちろんそうだと思います、はい、ですんで、まあ、まあそう言われてはいるんですけれども、はい、まあ、なかなかねそれ具体的にどうかということを、まあ、ちょっと今日は ねはい、お話ししたいと思うんで、まあ、今日は、まあ長寿と、まあ、日本食ということで、うん、はい、ちょっとお話していきます。お願いします。改めて知らないと、はい、なんかね、やっぱり今もいろんな西洋食が入ってきてるんで、うん、何が日本食かよく分かんなくなってる、うん、はい、はいはい、お願いします。そうですね、はい、で、まあ、ちょっとまず出だしとしてですね、はい、これはね、まあ、昭和10年頃から の調査なので、ずいぶん、まあ、はい、昔、ね、ちょっと前ですけどね、はい、昔のお話ではありますが、うん、東北大学の公衆衛生学というね、うん、教室 の近藤教授がですね、はい、昭和10年頃から36年間にわたってですね、日本全国つつ裏裏、990箇所のですね、長寿村、短命村をですね、まあ、調査したという、ね、なるほど、そういう、まあ、うん、一つの大きな、ね、うん、調査の結果の集大成の本があるわけですね、うんうん、で、まあ、それ、まあ、日本の長寿村短命村というね、もう題名がついてる本ですけれども、はい、で、まあ、この中にですね、まあ、いろんなことが書かれてますけども、はい、まあ、ちょっとね、まとめた形でちょっと皆さんにこのお話ししますと、っていうことが書かれてるんですよね、はい、結構ね、はい、うん、はい、まず、まあ、ここにあるように、真っ白いご飯を驚くほどたくさん食べて、うんうん、野菜とか大豆はあまり食べない秋田県は短命という、まあ、今だにね、この秋田県そうかどうかちょっと分かりませんけれども、昔のデータですけどね、うん、そうだったそうなんですね、うん、それからお米、それからお肉、うん、それから果物、うん、それから塩分ね、うん、とにかくこれを多く取る村は短命だという。あ、なるほど、それ、はい、もうね、お米ね、はい、でお米短命え、ね、うん、ちょっとびっくり、うん、そうなんですよ、で大豆製品海藻類を毎日食べてる村は長寿だ、ね、あ、それは分かる気がする、うんうん、このあたりはちょっとね、まあ、海藻類ね、うん、ちょっと腸内環境とか ね、そういうところへんとの、ね、うん、つながりもありそうなんですけど、あるあるす、ね、うん、それから大量の野菜を食べてる村も長寿、あ、それもそうなんですね、うん、やっぱりね、でそれからですね、これはまあ今までね、ずっといろんな食べ方なんかの話もしてきましたけれども、それに通じるゆっくり楽しんで食べることが大事と書いてます。やっぱりって、はい、やっぱりね、うん、それからもう一つ面白いのは、重労働をしている人の方が長寿、うん、重労働ってどういう、やっぱり農作業とかああいう感じ、ね、そうでしょう、農作業も含めて、はい、結局要するに体を動かしてるかどうか、あ、やっぱり、ね、だから今運動のね、うん、
こともね、運動をあえてしてねって、お話ししてきましたけど、うん、いやそういうこと、運動してるかどうかっていうね、はい、しかも、まあ、重労働ですから結構しっかりね、やってるか、うん、しっかり筋肉に負荷をかけたようなことをやってるのかっていうことも、はいはい、うん、まあ、ポイントになるんだということが書いてある。昔はこうやっぱりこうだったんですね、うん、だからおじいちゃんおばあちゃんとか元気な方ってこんな、ね、今のおじいちゃん、ね、おばあちゃん、うんうん、元気な方そういうね、こういう、あの昔そうだったみたいなところもね、うん、あるかもしれません し、で結局まあまあ結論としては、でもそういう長寿とか短命を決めるのはもう食生活が最大の要因だというふうにはね言ってます。なるほど、はい、はい、だからまあそういうあのちょっとえっというね、あのこともあったと思いますけども、ね、面白い、うん、でもね、やっぱりね、日本食って言うとお米ってイメージがあるじゃないですか、うん、まあ、そうですよね、うん、でもなんかお米があんまり食べ過ぎてたらダメみたいな、うん、のがね、さっき言われて、そうで、まあね、最近はそういう、まあ、糖質なんていう、ね、概念でいろんなことを、ね、言われるようにもなったんですけども、うんうん、まあ、ちょっとそのお米ということも含めてですね、うん、ちょっとまあ、あの、じゃあ日本の最近の、ね、研究データをですね、はいはい、元にちょっとお話をしていきますと、はい、ね、国立がん研究センターっていうところがあってですね、うんうん、ここがですね、あの、まあ、非常に大きなこう調査をやってるんですね、はい、でそこがやってる調査でいろいろ面白いのがあってですね、はい、まあ、2020年に出たところ、うん、ところのね、はい、研究、これはですね、日本食パターンっていうものをですね、こう定義してですね、はい、うん、それにどれぐらい、まあ、死亡率とか、ね、うん、それから、疾患リスクというのがこう関係するかというのをですね、うんうん、調べてるんですね。近いですね、2020年そうです、そうです、はいはい、ね、はい、ね、もう、9万人とかのね、あのアンケート調査でこうずっとやってる、すごい大きなね、はい、あのデータなんですけれども、はい、まずこの、まあ、日本食パターンっていうのをですね、どういうふうにまあ定義してるかっていうと、うん、8項目ね、 8項目で、ご飯、味噌汁、うん、海藻、はい、それから漬物、はい、緑黄色野菜、はい、それから魚介類、はい、それから緑茶、うん、それからあとは牛肉豚肉というこの8項目を、まあ、元にこうね、うんうんうん、やってます、はい、でこの8項目を元に、まあ、どうなったかということなんですけども、はい、この日本食パターンというものはこの最後の、牛と豚のお肉以外の7項目は、うん、まあ、より多い場合にあの、うん、プラス加点、はい、で、牛豚肉は、少ない方、少ない時に加点という形で、はい、そのスコアを合計して出したというと、はい、合計スコアの高い人ほどね、うん、どうなったか、全死亡率が、まあ、14% 低い、それから循環器疾患の死亡率も 11% 低い、はいはい、ね、という、まあ、そういう、もう、あの、データがバーンと出たんです、ね、死亡率が下がる、うん、死亡リスクが下がる、下がるということが出たんですよね、うん、ですから、まあ、あの、がんのね、調査ではね、はい、うん、全部のがんをこうひっくるめてやった結果ではなかなかね、ちょっとあのはっきり出なかったですね、データがね、そう、がんはね、どうもね、やっぱり、まあ、胃がんと乳がんとかをね、一緒にはなかなかできないというようなね、なことがあるようですね、はい、はい、ということで、まあ、そういう日本食パターンがより、うん、まあ、はっきりと、そのなんていうかな、うんうん、死亡リスクに関係するんだということは、まあ、これで出ているということですね。全死亡ってちなみに、うん、もうこれはね、もう、死に方がどう、死亡理由、原因が何ていうんじゃなくても、全部ひっくるめてという話ですね。そういう意味ですね。はい。へー、だいぶ下がるんですね、やっぱり。そう。この8項目のうち7項目、はい。だから日本食パターンは、やっぱり、まあ、今、ね、8項目でしか見てませんけれども、うん、まあ、なかなかいいんじゃないかとなりますし、まあ、そういうデータが出てる、はい、でこの8項目それぞれを個々のね、はい、1つずつを、今度は全死亡率との、はい、対比で見たらどうなったかというと、はいはいはい、今の8項目のうちの実はご飯、お味噌汁はあまり、うん、関係がないというところが、海藻は多いほど、それから漬物も多いほど、緑黄色野菜も多いほど、魚介類も多いほど、それから緑茶も多いほど死亡リスクが低下と。へえ、漬物、漬物、漬物意外、漬物ね、なんか塩分良くないんじゃないみたいなね、ことも思うかもしれませんけど、まあ、漬物の中には例えばぬか漬けとかね、これも含まれてて、まあ、要は発酵食品というね、含まれる可能性あるね、ところら辺で、いい結果が出たのかなと、なるほどなるほど、と思いますね、はい、それで、まあ、緑茶、
緑茶はなんとまあ 11% も死亡リスク下げてるんですよね。すごいじゃないですか。まあもう、もうコーヒーやめて緑茶だっていう話が出てきそうですけどいや本当そうですよね、まあ、だからね、もちろん緑茶だってカフェインもあるし、まあ、ちょっとね農薬の話も ね、出てきたりとかしてますが、まあ、でもちなみにペットボトルのお茶とかじゃなくて、ちゃんとお茶のパーで出したっていうのもあるんでしょうか。このね研究結果はねもうアンケートなのでね、おそらくそこら辺のね分類まではねちょっとね、やってはないんですけどね。でも少なくとも、まあ緑茶というのはまあやっぱりいい傾向にあるんじゃないでしょうかと、食後のお茶とかやっぱり出てきますもんね、そういう緑茶いいってことなんですよね、まあ、そういうことですね、はい。で、まあ牛肉豚肉に関してはちょっとはっきりとしたデータは出なかったということなんですね、はい。ということで、まあそのお米という話でしたけども、お米に関してはこれを見ますとあまり多くても少なくともお米単独だとあんまり関係ないのかもしれないですよね。じゃあさっき の、ちょっと前のデータ、最初にご紹介したデータではお米とかって書いて言ってたけど、あんまり最近ではそんなに影響ないかな、ない状況が今はね、ちょっと安心、現代はそうなってるのかもしれませんね。はい、わかりました。前回地中海食っていうご紹介したと思うんですけど、まあ、それと日本食との違いというか、そうですよね、そのあたりどんな感じなんですか。で、まあね、地中海沿岸やっぱり海沿いで、日本も海に囲まれている、そこはね、共通なので、ある意味ね、例えば今魚介類なんかも多い方がいいっていうのはね、出たということですけども、で向こうはそこに、まあ、プラスアルファはねオリーブオイルというのがありましたけど、まあ魚介類が多いなんていうのはだからおそらく地中海食との共通項だと思いますし、でまあ日本にですね実はもう一つすごく有名なねその研究があってですね、久山町研究っていうんですね、久山町っていうのは九州にあってですね、九州のこう山合いのね村なんです、町なんですけども、まあ、結局ここはねこう、周り山に囲まれててですね、人口のあんまり出入りがあんまりないんですね、まあ、どうしても追跡していくとね、そこの人たちっていうのがどんどん入れ替わっちゃうと ね、もうデータとしてね、ちょっとよろしくないので、ずっと同じ人がずっとそのまま住んでるっていうね、それが、まあ、比較的僕は保たれてるということで、有名なんですけども、そこの久山町のデータで、ちょっとねある程度血液検査の中で炎症の程度が高い人たちを調べたんですけども、その中では前回ちょっとお話ししました、覚えてますかね、不飽和脂肪酸にはオメガ3、オメガ6、オメガ9ね、まあ大きく3つのその、まあ、脂肪酸があって、そのバランスが大事ですよっていう話をしましたけど、この久山町の研究でも、オメガ6ね、このアラキドン酸に対して、オメガ3の EPA の割合が、低い人は高い人に比べて、もう心血管病の発症リスクも 3.84 倍そんなに違うんですかということで、だからやっぱりオメガ3が少ない、オメガ6が多いというのは非常によろしくない、そうなんですね、いうことが分かってます。だからここもね、地中海食でね、この、オメガ6をねなるべく少なくしましょうねっていうお話ずっとしたと思いますけども、やっぱりまあ久山町研究でもそれは裏付けるようなね結果が出てると。オメガ3はいいということですね。ですね、オメガ3ね、ということですから、まあ要するに、まあオメガ3といえば、まあ魚介類ね、特に青魚とかをね、しっかり食べましょうねという話で、まあ、実はこの同じようなその、まあ、研究ね、先ほどの国立がん研究センターの、データで、うつ病との関連を見たっていうデータもあるんですね、やっぱり今ね現代人としてはそのね、体だけでもなく心のというか、そっちも大事ですね。そうですね、ちょっとこれうつ病のデータなんで、ちょっとまあ長寿とは直接あれですけども、でもまあそこでもそういう青魚なんかをねしっかり食べてる人たちと、こう、まあ、分けて比較してみるとですね、もう圧倒的にたくさん食べた方が、うつ病発症リスクは低いというのが出てますね。そうですか、そっちの方にも影響があるということなんですね、まあ、結局それは、ここに一緒に出た EPA というデータがありますけども、EPA ってこれはオメガ3ですね、このオメガ3が、多い人の方が、うつ病リスク低いと、いうことなんですよね。
ですからまあね、こうただまあこうちょっとね、注意してみてほしいのはこの魚介類の食べ方で、はい、一番このねグラフの端っこは、はい、非常にたくさん食べた人なんですけどね、はいはい、うん、だからある程度こう、うん、ある程度たくさん食べたら下がっていくけども、うん、あるところを超えると今度逆にまたリスクが上がっちゃうというね、いうこともあるので、まあ要するにほどほどというね、うん、あんまりいいからってそればっかり食べるっていうのも、ね、まあ、よろしくはないんだろうなということも、そういう人いますよね、はい、いいって言ってそれだけをぐわーって食べちゃうっていうあダメってことでね、うん、はい、まあね、こういう番組もねそこ気をつけないとね、いろんなこと言って、 そうですよね、うん、あそれかみたいな感じでね、そう、気をつけないと、うん、ね、闇雲にそこに走る人がね、うん、これはちょっとまあ ね、 ね、いかがなものかということになるんですけど、うん、でもまあそういうこともあってですね、うん、まあまあ食べほどほどにっていうこともあるんですけど、でもやっぱりまあこのデータを見ても、まあ、青魚というのはですね、はい、非常に意味があるということで、まあ、特に日本食という場合ね、はい、例えば青魚っていえばですね、はい、まあ、もちろん、ね、焼き魚にもねよく使いますよね、サンマとかね、今ちょっと高級な高級な魚に仲間入りしてるみたいですけど、あ、でもまあ日本はね、なんせお刺身の文化がありますよね。そうですよね、うん、刺身があればっていうとこはある、ね、新鮮に魚介類を食べるね、これはオメガ3がですね、はい、しっかりいい形で入ってます。オメガ3っていうのはですね、非常に酸化しやすいので、はいはい、だから新鮮な時にねいただかないとダメなんですね。そうね、うん、なので、まあ、例えば本当に海沿いの町、うん、漁港に近い、ね、うん、町とかだったらやっぱりよく食べてらっしゃるから、うん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 、そういう方たちがでもある意味平均年齢を上げてくださってる可能性はありますよ ね、 ね、うん、都会ってやっぱりなかなか難しいかもしれないですけど、はい、選ばないと。まあでもね、そういう方もね、魚だけ食べてるっていうのはまた多分良くないんでしょうけどね、バランスよく、うん、魚ばっかりっていうのはまたまだね、ちょっとどうかと思いますけど、でもまあそういうね、まあ、やっぱりお刺身文化なんかっていうのは、うん、このね、に日本人の長寿におそらくすごく貢献してるんだろうなという気はいたしますし、なるほど、うん、まあだからそういうことで、まあ、この不飽和脂肪酸のねバランス、うん、前回もずっと言いましたけども、はい、まあ、意識してこのねオメガ6ね、うん、まあ、リノール酸とかアラキドン酸っていうね、こういうその油、うん、アラキドン酸っていうのはね重肉に多いわけですけれどもね、うん、こういったものをちょっと意識してまあ減らしていくっていうのが、まあ、そのバランスをね、うん、いいところにまあ持っていくことに非常にまあ役に立つので、うん、まあ、そういったことをまあ皆さん一生懸命まあね意識していかれたらどうかなっていうのはありますし、まあ、目安っていうことをねちょっと言えば、はい、まあ、大体まあ毎日食べれるかどうかは別として、1日にね3枚1匹弱ぐらい食べたら、毎日3枚1匹食べ弱ぐらい食べれたら、かなりいいんじゃないかなと。なるほど、それぐらいの感じですね。お魚でいうと、うん、例えば鮭とか焼き鮭とか、うんうんうん、でも切り身とかじゃ少ないですよね。そうです ね、 ね、やっぱりね、切り身だと、まあ、結構大きめじゃないとしんどいかもしれませんね。そっか、うん、難しいですね、やっぱり魚、ね、イクラとかもね結構、うん、オメガ3 DHA とか多いですからね。そうですか、うん、そういうのもいいですし、うん、でもイクラとかって逆にちょっとコレステロールとか気になりません？まあコレステロールはねまたちょっとね次回とかにお話ししますけどもね、まずはまあその脂肪酸バランスということをね、うん、考えるならば、うん、まあそういうその魚介類っていうことで、はい、もちろん他にもねイカタコでもいいんですよ、うん、いろんなものやっぱりオメガ3リッチに入ってるのでね、はい、それなりにね、だからもちろん絶対青魚じゃないとダメってことはもちろんないんですけども、うんうんうん、でもやっぱり日本食っていうのは、うん、まあ、地中海食と被るところもあってっていうことで、そうそうそう、いいってことですけど、日本食ではあんまりオイルって出てこないですよね。でもその分オイル分はあんまり取らないのかな、昔の人って。なんかよくわかんないですけど、うん、昔のもちろんだから脂肪、ね、必須脂肪酸っていう言い方があるようにね、はい、人は必ずある程度 の、 その油っていうのは本来必要としてはいます、で、うん、たださまざまな体内の酵素で、はい、まあ、いろんな油をねこう、まあ、作り変えるということは、うん、してますよね、うんうんうん、だから、まあ、いろんな形で例えばね皆さん
普通にあのお米食べてるけども、うん、米油ってあるわけですよね、はいはいはい、つまり、まあ、いろんな食品 そ, うです、ね、それなりにあの、ね、あの脂肪分っていうのは含んではおりますよね、うん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 、そっか、うん、だからまあかぶってるからある程度やっぱりお魚っていうのはいいっていうことで、うんはい、長寿の、まあ、秘訣ということですね。そうですね。だからまあ、うんポイントはまあそういうねオメガ3をいかにまあ、うん、多く取るか、はい、でオメガ6を少なくね、うん、するかというところにあるんじゃないかなと。なはい、うん、そうか。あとあのねやっぱり昔のね日本と、うんまあ、の研究が最初にあったじゃないですか。で最近はやっぱり今の現代病みたいな子どもたちとかもそうだし加工品とかやっぱりそういうものは前回の最後地中海食でもあったみたいに子どもたちにはやっぱりなんか今だいぶ乱れてるので、はいはい、改めてっていうところで日本の昔のやっぱり昔ながらの食事研究でもあったみたいなものってやっぱり見直されてるっていうところはあるんですかね。そうですね。でね昔ながらの食事 の,、まあ、あの見直しというのは当然大事です、うんうん、でそこでね現代食と、まあ、違ってきてるところにねあのすごくあの大きなウェイトがあるのは何が違うかというと加工食品とか ね, そうね、まあ、いろんなものって油を使うわけですね、はいはいはい、でまあオメガ6のリノール酸とかです、うんうんまあ、結構ね安定性がいいわけですね、はいはい、だからあのいろんなものに使うんです。いろんな加工品に使うんです。そっか、うん、現代人はそこの現代人はもう本当に加工食品、うん、加工食品にはもうオメガ6いっぱい入ってくるし、ね、いっぱい入ってるから、あだからそれがあんまり良くないっていうことか。そうなんですね。だから加工食品がダメっていうかあまり良くない理由はそこにある、そこにもありますね。そうなんです。添加物とかの問題だけじゃなく、だけじゃなくって、うん、ああそういうことね、うん、まあ、いろんなものがね、はい、やっぱり、まあ、ちょっと袋のね裏見てもらったら、うん、植物油脂とかで書いてあるでしょ。そうですよね、うん、その植物油脂が結局、うん、そうあのそれはもうあのシックスなわけだ。一番安いのは高油なんでね。あそうか、シックスですよね。それをちょっとよく考えて皆さん食べましょうということ、うん、それとあの昔のやっぱり長寿 の, あの調査にあったみたいに、まあ、大豆製品とか海藻とかもちろんよく食べて、うんうん、運動もしてと、はい、いうことですよね、はい、そういうふうに食事をしていただきたいということです ですね。はい、わかりました、はい、メディカルサプリメントのリーディングカンパニー MSS 株式会社 MSS の医療機関専用サプリメントは20年にわたり医師を通じて患者の健康を支えてきました。栄養素と食事によるアプローチで体本来の力を引き出すオーソモレキュラー栄養療法、MSS は栄養療法に取り組む医療機関をサポートすることでこれからも健康人口の増加に貢献していきます。栄養の力をもっと医療に MSS。 はい先生、はい、あのじゃあまとめをお願いしてもいいですか、はい、まあ、今回はね日本食と長寿ということですのでね、うんうん、はい、改めてというか、うん、まあ、データからねちょっとお話をさせてもらうとすると、まず今日あったように大きくはその大豆製品、それから海藻類、それから漬物、緑黄色野菜、それから緑茶、この辺はですね、まあ良いというデータが出ているということになりますよね。はい、はい、で、あと魚介類ですね、はい、魚介類をしっかりとる、まあまあね、青魚なんかを中心に多くとることが、うん、まあ、非常に有効だと、うん、これはまあ結果的にあのオメガ3、うん、オメガ6を増やしてオメガ3を減らすと、うん、オメガ6を減らすということにつながりますよ、うん、とですね、はい、で、まあ、今日ちょっとそのね前半でお話ししたように、うん、まあ、例えば重労働の人は長生きだっていうね、はいはいはい、とありますから、だからやっぱり、まあ、うん、もちろんそうやって食事っていうのは大事ですけれども、うんうん、まあ、そういったこともまあ同時に考えながら生活をしてもらうというのもね、うん、ありますし、うん、それからまあやっぱり地中海食でも話した人とのね絆を大事にして、うんうん、まあ食事そのものをゆっく
くりと、まあ、楽しんで食べると、ね、いうこれも大事だよっていうことね。これもまあ本当にその、近藤大先生がね、ご本でもおっしゃってるわけです。はい、ということで、まあまあ、日本食って言われたらね、もう和食ね、いわゆる皆さんイメージ出てくると思いますけれども、はい、やっぱりそれはまあバランスの取れた、ね、ものだと思います。でその中で、まあもちろん、ね、これだけいろんなそのデータの中でこれがいいよあれがいいよっていうのはありますけれども、少なくとも、まあ、何を食べるかっていうのは重要ですけれども、はい、まあ、食べ過ぎっていうことをですね、やっぱりやめる必要は常にどの食品にもあります。全体的なものの食べ過ぎを防ぐ、うん、まあ、例えば腹八分目って言葉があるみたいな、うん、はいはい、それもいるし、 それぞれについてもいいからといって極端に食べ過ぎるのもやっぱり良くないっていうんですね。そういうことです、そうです、はい、だから青魚だって食べ過ぎるとかえってちょっとうつ病のリスクがね上がるっていうねことになってたわけですよね。そうですよ ね、 だから、うん、青魚のね、魚介類か、そう、うん、そういうこともあるわけですから、うんうん、だからやっぱりそこら辺ですね、まあまあ、いいところを、まあね、考えないといけないし、バランスで、うん、バランス考えないといけないし、うん、それからまあその今ね、いろんなその売られてる、まあ、お惣菜なんかでもそうですけど、うんうん、お米を白ご飯ね、うん、白ご飯をいかに食べさすかみたいなね、もの多いでしょ、はい、ね、そういうそのちょっとしたその、まあ、ふりかけ的なものだとか、あ、まあ、佃煮的なものだとか、はい、いろんなね、もう、うん、まあ、昔からねそういうのありますよ ね、とにかくお米をたくさん食べさせてしまうような、うん、そういうものっていうのは意外と注意がいるんです。あ、なるほど。気がついたらお米ばっかり食べてることになるから、たまにねお昼ご飯ね、うん、ご飯だけ、ご飯と何かだけみたいな、うん、でもそれもあんま良くないってことですよね。そうですね、だからまあそこら辺ね、ちょっとまあお米だけにやられないように、うんうん、まあ、注意はいると思います。そうですね、まあ、お米も白米よりも玄米とか、うん、まあそれは ね、 ね、ものに玄米もね農薬の問題あったりしますし、うん、うまくねいいものを選んでということにはなります。はい、なるほど、はい、バランスよくということでした ね、はい、長寿食、はい、本食の回でした。ありがとうございます、はい、いろいろ勉強になりますね、うん、まあ、はい、過ぎたるは及ばざるがごとしということですね、うんうん、はい、バランス大事、はい、あ、めっちゃベタやった最後。